9月18日と19日の2日間、フィッシングサンクチュアリで、今年で14回目となる恒例の滝明かりイベントが開催されました。これは魚の供養と地域の皆さんへの恩返しを目的に毎年行われているものです。今年は2万本の滝明かりが灯され、幻想的な雰囲気の中、両日野外ライブが行われました。2日目はペルー出身のミュージシャン、ウィリーとジョージの兄弟デュオ、ワイキスと2人のゲストを迎えてのライブがあり、南米民族楽器の音色が会場に広がりました。ワイキスとはインカ帝国より伝わる言葉、ケチュア語で兄弟という意味。そんなワイキスおすすめの曲がペルーで一番有名なコンドルは飛んでいくです。兄弟ならではの息の合った演奏が多くの人を魅了していました。また訪れた子どもたちに楽しんでもらおうとこだわりのお化け屋敷も作られ、スタッフの皆さんの演出がイベントを盛り上げていました。そしてシンガーソングライター浜田真理子さんの美しい歌声が会場に響きます。サンクチュアリの岡岩尾さんは、素敵な音楽とともにゆらゆら揺れる優しい明かりをご覧いただき、心安らぐひとときを過ごしていただけたら嬉しいですと話していました。